お金と愛どっちが大事？せーのでいくこれ。いきましょう。せーの、愛。柔道さんも答えてる。嘘やこのあの人は。うん、あこの人だけ嘘。金で買うもん、愛を。今回みんな嘘つく流れだったんじゃないですか？違う。心から愛だと思ってますよ。これ、まあ、理由聞く？いやもうだって僕愛ないと死んじゃうもん。えでも自分自身はま愛を持ってない。そんなこと言うな。人の愛だけで生きてるね。そんなこと言うなって。人への愛もあるよ僕。俺これね前もスパチャもらった時聞かれたことあるんですけど。聞かれたかも。うん確かに。なお金と愛って言って、うん、愛っていう人って偽善とか子供とか理想論すぎるって結構言われるんですけど。うんうん僕はっきりと言うんですよ、うん、お金を稼ぐ動機は愛しかないからなんですよ。なるほどね。そうだからお金を大事にすることは愛がなかったらできないんですよ。絶対に。だって自分がどうなりたいかっていうことって相手と楽しく過ごすためのお金だと全て、うんうんうん、例えば食費もそうやん。なんか好きな人と好きなものを食べに行きたいとか好きな人にかっこよく見られたいからいい服着たい美容したい結構動機が人のためにあるんですよね、うん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 、だからそれって結局愛だと思うんですよ、うん、だから愛なかったら多分お金稼ぐとまず思ってないっていうのが僕の結論なんですよ。これマジで僕納得してるんですよ、はい、もう生放送の時から聞いた時から、ね、はいはいはい、うん、お金だけを目的にしたら、まあ、会社の目的はお金を稼ぐことなんだけどそれぞれ働いている人の目的は多分愛だと思うんだよな、うん、愛がゆえにそれが集まって一つのお金を稼ぐっていう手段を得てるだけで、うんうん、目的自体は実は誰かと楽しみたいっていう愛だと思うんだよね、うん、それが異性に向けてなのか家族に向けてなのかのとかの差なだけ友達に向けてなのか差なだけでお金だけって結局ない気がするんだよね、うん